どうも、じゅんです。今日はですね、こちら、PayUTech の G4GS を使ってテスト動画を撮ってきました。どんな感じで手ブレが補正されてるのか、ちょっと自分まだ見てないんですけど、一応ちょっと撮ってきましたので、比較したいと思います。で、比較の方はですね、こちらの、同じソニーの AS50 を使って、こちらのシューティンググリップ使って、普通のこうやって持った状態で撮影してます。で、こっちの G4GS のジンバルの方と、こうやって AS50 のシューティンググリップ両方使って、両手でこんな感じで持って歩いていきましたので、今回マルチカメラコントロールでしたっけ、同時に撮影する機能は使わないで別々で撮影したんで、ちょっと2つの動画ズレがあるかもしれませんが、一応また2画面にして編集しますんで、ちょっとね、比較していただければいいかなと思います。どれくらいこうやってね、手ブレが防げてるか。あ、ちなみに設定は、同じフル HD、60フレームの、50メガで設定してあります。あ、手ブレ補正も両方オンになってます。こっちの場合だから手ブレ補正オンプラスジンバルなんで、ちょっとね、どんな感じで撮れてるかわかんないんですけど、一応その設定で今回やってみましたので、またいつもの公園で撮影してきましたので、とりあえずまずそっちの動画を、ご覧ください。わかりますかね。結構今揺れてるんですよ。ちょっと自分の映像を確認しながらじゃないんですけど、どうでしょう、手ブレの方は補正されてますでしょうか。ちょっとね、カメラの角度がバラバラなんですけど、はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、あんまいい比較じゃないかもしれませんが、こんな感じで両方とも手ブレ補正オンの場合で、ジンバル使った場合と使わない場合、多少分かっていただけたんじゃないかなと思います。これ3万円ぐらいするやつなんで、手持ちジンバル結構高価なもんなんで、本体も3万ぐらいするじゃないですか。 XMV って4万ぐらいだったかな。ただね、これだけで結構なね、高価なあれになっちゃってるんで、ね、それだけ使用した効果がないとあまり無駄になっちゃうじゃないですか。だからこんな感じでジンバルを使うと撮影できるということが分かりましたんで、今後もね、これを活用してやってみたいなと思います。ちょっと途中でね、これ自体をリュックにつけたことを想定して、ちょっとこんな感じで入れて撮影してみたりもしたんです。黒部ダムの自分の動画でこうやって結構ね、揺れちゃってたりしてたんで、
もうだいぶこれ防げるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今後もね、ほんとこのジンバルを活用してやっていきたいと思いますので、動画を撮ればまたそれを上げていきたいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録していただければありがたく思います。最近ちょっとね、ジンバルネタばっかやってますけど、カメラネタとか、それ以外にも自分車が趣味なんでアウトランダー PHEV のネタもそろそろやりたいなと思いますし、上高地去年行った時の動画も編集しないで残ってたりもするんで、それも上げていきたいなと思っております、ね、またそちらの動画も、見ていただければ幸いでございます。ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。ちなみにですね、ちょっと前に、上げさせてもらったこのジンバルの不具合、こうやってやるとブーブー鳴る微振動が起きるっていうことで、 Amazon の方で結構不具合として挙げられてる方多いんですよ。自分も結局専用設計で作られてるものなんで、アクションカム用にセッティングされてると思ってたんですよ。だからこうやっても振動起きないんじゃないかなと思ったんですけど、パソコンでも設定できないし、設定変更とかできないし、まあ、一応こんな感じで今ね、動画にも上げましたけど、こっちでいろいろいじくって使えるようにはしたんですけど、ジンバルって自分無知で知らなかったんですけど、自分がいつも見させてもらってるビデオチャンネルさんの動画で言ってたのが、やっぱりジンバル2のこういうモーターがバランスが悪くなると微振動とか起きるってことで、そういうものみたいですね。そのうちね、どんな重量バランスでもこう大丈夫なのが出てくるかもしれないですけど、なんか現状そういうものらしいです。だから不具合としてじゃなくて、まあ自分でなんとかしなさいってことですね、きっとね。すごい勉強になりました。